せーの、本日のよろぴこ。やるなら今、明日に向かって、これはよろぴこ。だから190一勝じゃないですか。それやってますよね。言ってんじゃないですよ、191勝もだよ。その代わり、あれがなかったら200勝絶対されてるって言いますね。あのね、よく言われるのよ、はい、で巨人にいたら何々してたらとか、たらればってよく言うじゃないですか、はいはいはい、でもね、俺ヤクルトに行ったから絶対できてたよ。だってめちゃくちゃわがままだから。ああ、怪我しないでしょ、はい、で何回かみんな監督18年間の現役で12人変わってるけどね。え、最初の監督誰ですか？最初別所さん。あ、別所さん。ヤクルトっていうチームじゃないですよね、その時は。サンケイ、サンケイアトムズ。そう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 、ロバーツ・ジャクソンとやってますよ。やってる。お、僕サンケイアトムズのファンで、ロバーツ・ジャクソンってロバーツが好きで、僕よく知ってるんですよ。あ、ロちゃんすごいね、バッティングセンスはすごい良かったから。へえ、俺そうだったのよ最初。ロバート・ジャクソンといたの2人、はいはい、1年半やったですよね。へえ、そうなんや。はあ、でサンケイ・アトムズやろ、はい、で結構名前変わってね、サンケイ・アトムズから今度アトムズ、それからスワローズになって、またヤクルトスワローズ、随分あの辺変わったんで。そうですよね、変わってますよね。変わって、変わって別所さんに、その後は誰かな、ほらほら、76、75になる子忘れんだよ。まあ一番ね、なんだかんだって関根さんもやったし、土橋さんもやったし ね、広岡監督もありますよね。広岡が一番覚えてるけどね。そうですね、優勝しましたよね、うん、あの時にヤクルトは。どんな監督だったんですか、広岡さん、うん、知ってるでしょ。めっちゃやってないから。あの、言ってもいいけど、この故障の対象になるんですよ、あまり言うと。カットしなくていい程度にいいって言うんですよ。あのね、広岡さんってみんなそういう人だと思ってるけど、はい、目はすごく優しいんですよ、はい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 、ただ厳しいの、自分に。自分に厳しいから。小馬さんと一緒よ。いや、小馬さんそんなことなかったです。そう言うな。小馬さんもでも僕も厳しいと思ってるけど、結構自分に甘いとこたくさんありましたよ、小馬さん。ありましたよ。いやいや、小馬さんはこれにすごく優しいんだよ。だから、いや、みんなこれで優しいです。いやいやいや。でね、まあどこまで行ったっけ、はい、広岡さんの話だよね、はい、で広岡さんはそういう性格なんで、はいはいはい、自分に厳しいから、自分の厳しさを相手に与えたいのよ。だから寄り付けない。寄り付けないから話しても聞かない。なるほど。俺はね、はい、俺はそういう性格だったから、はいはいはい、ほんでその頃にちょうど入ってこられた時も、俺はもう実習全部してたから、はい、自分に甘えたんだろうね。お前は実習以上できるピッチャーなのに、なんでここまでの技術で収まってんだっていうことを後で言われた、はい、であの時に78年優勝した時も、はい、4月の後半から5月の中旬まで俺一軍で投げてないんだよ。へえ、ずーっと台頭してたけど、この話は有名なんで、はいはい、要するに俺があんだけやられてて、もう見せしめ、うーん、見せしめっていうのは言葉悪いな、要するにこれが教育の一環だっていうのはチームに与える。なるほど。チームを犠牲にしてまで、お前はこうやったら全部選手がついてくるから、はいはいはい、だからお前に対して厳しく当たるっていうことを言われた。うん、だからそれを言ってるから、もう他の選手ピッチャーなんかみんなビリビリしてるよ。そうでしょうね。何されるか、何言われるか分かんない、はいはいはい、だからそういうを1ヶ月半やって、はい、俺は聞きたくねえ。だからその頃の堀翔さんの方、はいはい、あの人がコーチやってて、はい、まずな、ええ加減聞いたふりしろって言われて、で聞いたふりしてやったやったって言って、本当に自分じゃやったんですよ、うん、心の中では、うん、やらないと使ってくれないもん。面白いです、面白いです。お前ゲームに出ないと金にならないじゃん。まあ確かにですね、まあ、確かにそうですね。だから聞いたふりしたんだけど、はいはいはい、内心は聞いてて、はい、それが本当に今でもやるんだ。あ、だから本当ありがたかった。うん、でもその時はもうふてくされてなんだかんだしてて、はい、でも優勝したから、すいません、ありがとうございましたって言いましたけど、はいはいはい、内心はあの頃は
なんでこの監督辞めさせたろうと思ったんですか。というか、いろんな人聞いてるでしょうね、たぶん。でも、僕友人見てないよ。内心僕はそう思ってました、あの時は。はい、でもね、はい、裏を返すようですけど、今は本当にもう感謝しております。はい、ありがとうございました。でも本当 そんなもんですよ、後から気づきますよね。でもさっき言ったさ、はいはい、言うこと聞かないと試合出れないんだから、はいはい、で俺たちも僕2軍の時ですよ、はい、2軍の時ね、僕ね入ったばっかの時、入ったばっかの時に、うん、レイコーチ2人いたんですよ、うん、2軍に、うん、仲悪いんですよ、うん、これ2人が、うん、ね、誰誰、藤井さんと和義さん、あの人たちは自分 の意思がめちゃくちゃ強いかな、両方とも、ね、個性強いかな、めっちゃ強いんですよ。ブロックス言ってる、ブロックス言えない。それで僕右打ちをその時スイッチじゃなかったから左にしろと、違う違う、まだ右だったんですよ、ずっと右だよな、うん、その時藤井さんにこうやって教わるじゃないですかね、打ってるでしょ、で和也さんと言ったらお前なんでそんなバッティングするんやって、はってちょっと待って、2人仲悪いのはいいけどそこ話し合ってくんないっていう感じですよ、こっちからしたらね、うん、で、俺やったこと、藤井さんのとこ行って藤井さんのバッティングするんですよ、和也さんで言うと和也さんのバッティングするんですよ、マジだ、そうそう、すごい、すごいんですよ、ね、それいるんですよ、俺は技術だよねで、俺それでバッティング上手くなったかなと思うんですよ、逆にいいですね、できるっていうのは大したもん、うん、もうそれがね、分かってて、それを自分でこなせて、なおかつ頭と体に入ってると今度何やっても自由が効くっていうのがある、うん、だから俺守備で、あ、ゴールデングラブ取ってます、なんだよかったなんだよかった吉岡さん、取ってないネタになってますよ、あ取ってないのないんですよ、みんなでも吉岡さんのことを取ってるって思ってるんですよね、俺もう2つ3つ取ってて、はい、いいですか、はい、僕が YouTube 出てくる連中いるじゃん、うん、ほとんど取ってるんです、ゴールデングラブだろうな、ムッとするんですよ、じゃあ、だろう、はあ、じゃあ、で俺とは同等だ、同等ですよかった、もうそれ聞かなきゃいけないと思ってよかったよかった、いやでもですよ、まあ吉彦さんから見た松岡さんっていうのは最初の衝撃がもう松岡さんだったっていう話じゃないですか、うん、松岡さんから見て高橋吉彦、まあ約10個ぐらいしたいですよね、うん、その当時こう入ってきた時どんな感じだったですか、というか左バッターで出てきた時とかそもそも知らないんで、はいはいはい、スイッチで、右のね時も僕は見てはいるんですよ、何試合か多分出てると思う、右打席で、そうですね、はいはい、その時にこいつのバッティングは、はい、右の方がちょうど照らし合わせて左でずっと出た時も、はい、第一印象が右の方が怖いと思う、ああ、もともと右ですからね、そうそう、何かというと右の方が威圧があるスイングするんですよ、で左になった時は怖いんじゃなくて、はい、今度は左バッターで今度は好きくないバッター見なさい言われます、もう本当にね、ちょこたんちょこたんね、あのどっかじゃないけどどこにもチームいるんだけど、はいはい、ちょこたんちょこたん当ててくってもうホールドボールってフォアボールフォアボール出したら罰金だからさ、ああそうなんですか、そうだよ、いや何人か決まってるわけ、はいはいはい、要するにこいつとこいつのチームでね、はい、これを出したらうん、いただきますって来るんですよ、あだからその視点に入ってたわけ、ああなるほど、だから広島で一人だけだったんじゃないかな、うーんじっちゃんだから絶対フォアボール出してみっちゅうのじんちゃん石黒になるんですからね、そうそう、ほんで絶対ゲッツー取れるから盗塁もしねえんだから、はいはい、いいとこ攻めろと、はいはいはい、こいつら出したら罰金だからフォアボールよりもヒット打たれる、なるほどですね、だからそういうピッチングをしなきゃいけないんで、はいはい、ファールされるのが一番嫌、ファールされて前飛ばないからね、ああ遅れてるんですね、球早いんで、ああいやね、そういうふうに感じないのね、ピッチャー、うーんファールされるということは絶対技術持ってる、なるほど、俺のボールに合ってると思うから、はいはいはい、そういうのってやっぱりピッチャーはピッチャーなりのそういう頭で対処するから、あだからそれやっぱりこれから教える時も一番いいファールをするやつと大ファールやつっていうのを僕らも決めてるわけ、はいうん、大ファールするのは全然怖くない、うーん同じとこ掘りゃいいんだから、うん、だからずっとファールしてくる、あ、そうね、あなるほどですね、いや昔のピッチャーそうなんよ、あ昔のピッチャーの人ってコントロールからうまい、うまい、あのファールさせるのがすごいうまい、だから今のピッチャーって見てると一生懸命ストライク取るじゃないですか、うん昔の人って気づいたらツーストライクになってるんだよね、あのファール打たされて、なるほど
いい当たりするけど全部ファウルない。はいはいはい、はい、で気づいたら2ストライクない。なるほど、気分はいいですよね。でもいい当たりしてる。でも気分は良くない、気づいたら2ストライク。ああそっか、ファウルだもん。ファウルだもん。で、うん、そういう技術たくさん持ってましたよね。だからね、打たせる技術はあんのよ、ファウルは。その代わり抑える技術がないの。松岡さん、梶間さんがいて、安田さんがいて、鈴木康二郎さん、鈴木康二郎さんね、うん、ピッチャー結構面白いピッチャーいたよな。外木場さんもそうだから、はい、俺は外木場さんって余裕はない。外木場さん、木場さん、木場さんって、はい、その時の量って量じゃない。いや、なんこれまで来てる。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。